はいラブリー山田です。せーのいいねー I love me yeah, yeah. うんとすげー話し方の学校で毎日のワークがあるんですけど笑顔の自撮りや実践実践報告をする そういうことなんですね,ね。今日は何が言いたいかっていうと改めて思ったことがあってうんと前にもか書いたフェイスブックとかでも書いたりしてるんですけど「みんながいれば高い山も登れるよ」って <laughs> 改めてそれ今日感じてなんかあのー 輝いて LINE グループとか Facebook とかで輝いてる人頑張ってる人見てなんかこういう気持ちになんないですかああ俺なんて俺はそういう場所とはなんか合わないな似合わないなどうせ俺なんかダメな人間だよって前のラブリーはなってたわけなっててそれであの はい、なんかやっぱでもそういう風に思っちゃう場面もあるあるんだけどいいよーっつってみんながいるから自分も頑張れるんだよーって実践しててみんながみんなができててラブリーだけできないってやっぱりちょっとおかしいなって思って。 運んだよね昔からみんなができることはラブリーにもできるよってなんかしんないけどその辺のなんか根拠のない自信はあったんだけどこのエンジンがかかるまでね腰が重いっていうなんやれるやれるって思っててもねなか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 やれ何めんどくせえなーとかやっぱなっちゃったりするんだよねでも周りの頑張ってる人友達頑張ってる人がいると。 なんかやっぱ励まされるっていうかよしやろううっていいのはかなり思いますねそれはこう一人じゃない周りにたくさん仲間がいる志の,志の高い変わりたい良い方に変わりたい幸せになりたい夫婦生活をうまくね夫婦生活ラブラブでいたい仕事でも活躍したい 夢に向かって走るイエイみたいなイエイイエイみたいなさそれいいよねうんそういう仲間たちに囲まれ自分もその一員一員なんだよって自分もその素敵なグループの一員なんだよって 話し方の学校のこの仲間たちと出会えているってすごいことだなーってうん改めて思いましたよ倫理法人会もそうなんですよね似たような部分があってもう基本的に社長さんがしかいないわけ社長さんしかいなくて自分なんかこう結構キャッキャッキャッやってんだけど 辛いよねこうすげえ周り倫理保護司会って基本社長しかいないんだけどさ社長じゃない方もいらっしゃるんだけどみんなすごい経営者の方が多い中でキャッキャキャッキャ自分なんかどうせダメな人間なんだよねみたいなのあったんだよあったのよ 公演家でウーバーイーツの配達員やってて公演家だけじゃねなかなか食べていけないのでウーバーイーツの配達員やってみたいなそんな中で恥ずかしいみたいな自分はここで輝けるのかなみたいなやっぱねこうあるんですよだけどそこはラブリーの気持ちが辛くても で一緒にいれば引き上げ自分で変わっていくんだけど成長させていただけるそういう場所だなって思ってますうんみんな優しいしうん可愛がっていただいてますよはちゃめちゃやってやってんすけど <laughs> うんそれいいなってだから承認空間っていうか引き上げ ってくれる場所もちろん自分が変わろうと思ってですよ。そこにいれば勝手に変わるんじゃない。自分が行動して変わるんですけどそういう素敵な空間があってラプリーは幸せだなってうん。改めて今日仕事中噛みしめてました、うん。facebook 等々でかなり応援していただいてるんですけどこう,こう見てえー、っと。 YouTube 見てくれてる方、Facebook 見てくれてる方、あ登録してくれてる方、いらっしゃるのですごく嬉しいです。えっと、今日もコメントしてきょうちゃん、きょうちゃんから登録していただいたと嬉しかったです。終わります。イエーイせーの。いいね。I love me。あ、あと、同級生もね。 20年ぐらい前の高校小中高一緒だった同級生の方がいきなりうんと仲良くなれるとかありがたいですねそういう不思議な出会いもあります終わります。